以前の配信でインドネシア人は自殺っていう概念がないって話、少し時間が経ったし興味があるんで続きを聞きたいです。はい、これね、ちょうどもう今やけん、ちょっともう時間が経ったけん言わせてもらうけど、上島竜兵さんが お亡くなられた時にコメントがいっぱい来るわけよね。上島竜さん自殺にてどう思いますか、どう思いますか、もうめちゃめちゃ来るけん、さすがにちょっと触れようかなと思ったんやけど、本当に亡くなられた次の日やったわけよね。だけなんか俺、そんな人の名前使ってお金稼いでるとか再生数稼いでるって思われたくないし、本当に俺はコメントがめちゃめちゃ来とったけどさ、でも触れたくねえなと思って、いつか話しますって言ったんよね。もう時間が経ったし、コメントしてくれたんやと思うけん、まあ、あの時ぼかしたけどさ、正直言わせてもらうんやけど、インドネシアの人は自殺っていう概念がないっていうよりかは、まあ、インドネシアはそもそも全く自殺がないわけよ。全然自殺がないわけよ。でもその理由って、身近に自殺する人とか芸能人とか自殺してないけんと思っちゃうね、本当に。でも一番の理由は宗教なんや。大のイスラム教国家やけんさ、でイスラム教って自殺したらダメなんや。要は自分で望んで生まれてないやん。この中に俺生まれたいと思って生まれてきた人おらんやん。バン気がついたら生まれとるわけやん。お父さんとお母さん勝手にね、俺らのことバン産んだわけやんね。けどイスラム教は神様から命を預かったわけよ。どちらかというと考え方だけ、神様からもらったのに自殺するってことは、命は神様のもんなんや。それを自分で断つってことは反逆なん、神への。だけ地獄に行く、簡単に言うと。でまず生まれてきた時には自分は何かすべきことがある、何かを果たさないか、やるべきことがある、それを探してほしい。みんな何をやるべきなんだろうっていうのが宗教であるわけ、イスラム教。なのにそれも全うせずに自分で死ぬっていうのはもう地獄行きなわけよ、簡単に言うと。自殺はだけ自殺する人がおらんし、でこれは仏教でもそう。仏教も自殺したら多分なんかこう、仏教はどちらかというとこう輪廻転生できるみたいな感じがないやけど、もう仏教も自殺したら多分ダメない。やし、多分仏教もじゃないけど、イスラム教は妊娠しとって下ろすってことがダメない、宗教上。下ろしちゃダメない。だって神様からもらった命だけ下ろしちゃダメ。だけ産む率がめっちゃ高い、産む率が高いっていうか、もうみんな産むけどさ、下ろしちゃダメ。だけシングルマザーがめちゃめちゃ多い。だって結婚もしてないのにできちゃったみたいなパターンはよくあるわけやんね。それでは男女の関係が良くなかったら、まあ実質そういうことになってしまうやん。日本やったらさ、そういう場合ってさ、じゃあ下ろすかってなるやん、正直。けどインドネシアはそういうのがないけど、めちゃめちゃ子供多い。だけど今インドネシアって世界人口ランキング3位なんよね。で 2.8 億人ぐらいおるんやけど、人口ピラミッドってあるやんね。0歳から5歳が一番多い、インドネシアって。もうめちゃくちゃ多い、みんなバンバン子供作ると。まあそういうのも理由の中の一つにあると思う。っていうことで、まあインドネシアもそうやし、まあフィリピンとかをキリスト教とかで降ろすのダメとかやったり、仏教のタイとかも多分仏教やけど、なんていうかやな、自殺はダメなわけよ、宗教上しちゃダメなわけで。俺の個人的な見解で言わせてもらうと、日本の、まあ、自殺した人おるやんね。あの人たちをなんかいい人でしたとかもちろんいいんやけど、なんか自殺を美化するような話がよく出回るわけよ。その三浦春馬さんとかやったり、アナ雪の声優の方やったり、最近やったら上島竜兵さんとかやったり、まあ、日本はもう世界で一番自殺が多い国やけんさ、もうバンバン自殺しとるわけよ。で自殺した人、自殺って俺マジ良くないと思っとっちゃうね、本当に良くないと思っとっちゃうね。でも良くないけん、普通に良くないことしましたねで良くないって思う、本当に。だって良くないことしない、今日炎上してもいいけん、この話はし言われもらいましたけど、有名人が死んだら俺釣られて何人か死んどうと思う。だって上島竜兵さん好きな人もおるし、なんかその暗くなるやん、日本中が。日本中人たちが上島竜兵さん、その三浦春馬さんだってみんな知っとっちゃう。でみんな好きやん、上島竜兵さんのことだったり三浦春馬さん、みんな好き。俺だって好き。でそんな人が死んだ時に喜ぶ人なんておらんし、みんな悲しいわけよ。もうその友達が死んだ時とかと同じぐらい悲しいと思っちゃう、その有名人知っとうわけよ、子供の時から見とうけ。だけなんかそのじゃあ私も死のって思う人ってマジでおると思う。だって特に日本ってその要は自殺が多い国やけんさ、自殺が多い国やけんこそ連鎖すると思う。だけ有名人が死んだら少なくとも100人とか1000人とかは見えんところでその取り上げられんよ。で原因は分からんけど、なんかこう何だろうね、自殺っていう概念がなかったら自殺って1000人わけ。なんで一日自分で死ななあかんねんと思うや、普通に考えたらそうじゃ、インドネシア人からしたらなんで自分で死ぬんですか、バカなんじゃないですかって思うっちゃう。けど日本は死ぬ人がおるけ辛かったら死のうっていうきっかけと思考回路とこの発想があるわけ。インドネシア人は辛かったら死のうなんて思わんわけよ。辛かったら辛いねで終わりなんや。辛いよねそうそうそう、楽しいことやろうとか、なんかそのになんか逃げちゃおうとかね、もうそんなにいいわけよね。やけど辛かったら死のうっていう思考回路が日本人には定着しようと思っちゃう。でもっともっと定着すると思う、芸能人が死ねば死ぬほど。でやけんその時になんか自殺を美化するようなコメントが本当に多すぎる。なんか死んだ方がマシ、
こんなに辛いなら死んだ方がマシみたいな言葉とか、ね、死んだ方がマシだったんだよねとかっていうこのコメントめっちゃあるけど、死んだ方がマシって何なんって俺思っちゃうね。だから死んだことある人俺と誰もおらんくない？この今そんなコメント書いてる人で死んだ方がマシだよねって言うのは簡単だけど、あなた死んだことあるんですけど誰も死んだことないわけよ。この生きとみんな誰もが死んだことない。で死んだらそんなこと言えんわけよ。じゃあ死んだ方がマシじゃないパターンの方があるやん。なんで死んだ方がマシって言え、何を根拠に言うと死んだことないくせにってことやね。だけ結婚やったらね、結婚はせん方が良かったとかさ、そんないろいろあるけどさ、おかしいよそんな言葉があること自体。だって仏教やったら地獄に行くという輪廻転生できんわけよ。でイスラム教でも地獄に行くわけよ。で死んだ方がマシなんて思考からならんくないな。え、今辛いでも死んだら地獄に行く、絶対に自殺したくないわってならん。もう今日ちょっとこういう話だけどちょっと炎上するかもしれんけど、俺は本当にそう思っただけ。芸能人はマジで死んじゃいかんと思う、本当にね、本当に思っと。で芸能人やけんって死ぬことも許されないのかっていう人が、バカみたいなやつが現れるかもしれんけど、芸能人はなおさら死んじゃいかんだけど、一般人だろうか誰だろうかマジで死んじゃいかんと思う。本当にこんだけ辛かったら死んでいいですよっていう基準なんてない、普通に。だって死んだら親悲しむし、友達悲しむし、親と仲悪かろうが親は悲しむ。自殺は良くないよねっていう風潮を広めたい。本当に良くないと思う、マジで良くないと思う。芸能人が次自殺しようならもう叩こうぜ、って俺は思う。そんくらいの勢いで自殺は良くないってことを広めんと、なんか自殺した芸能人がもう次々なんかレジェンド化して美化されて、いい話されて、いい人でしたみたいな、なんか自殺した方がなんか得がありそうやん芸能人今思う。なんかこのまんまオワコンで終わっておじいちゃんおばあちゃんになるぐらいだったら、今死んで伝説になろうかなって考える芸能人おると思う。でそう、自殺して注目されようとか、自分が辛い思いして、例えば誹謗中傷で辛い思いした時に、こんだけ誹謗中傷されたんだってアピールするために自殺を選ぶ人っておると思う。アピールしたいというかためにね、もうだけど本当自殺した時点でもうダメ、もうどんだけ嫌な子だってもう、じゃあ海外逃亡した方がマシ、インドネシア来い、安いし、本当に。でイスラム教入れ、そういう人は、もう自殺しちゃダメだってなるけそうマジで、って思います。はい、これが僕の意見です。本当はこういうこと言いたかったんやけど、ちょっとさすがに直後過ぎたし、なんかもう誰かが亡くなった後にこういう話するとなんかその人のことを言っとみたいけん、なんか嫌やけど、俺は本当に思っと、ずっと思っと、よくない、ダメ、誰だろうとダメです、親が悲しむ、友達が悲しむし、芸能人はもうね、好きな人がいっぱいおるっちゃうよ本当に。はい、ということで、なんか自殺しようか悩んでますって DM よく届く、俺によく届く、二度とそういう思考回路なんだ、マジで、じゃあ薬物とか言っとくかまだマシ、もう辛いんで逃げ出しますみたいな、海外逃亡しますとか、なんかもう本当にまだそっちの方がマシ、辛いことから逃げます、生きてくれとけばね。はい、っていう以上です。